英楽帝、角。英楽帝は、明の第三代皇帝。生は主。意味名は、体、帝。両号は、大宗であったが、火星帝の時に聖祖と解称された。死後は、大天皇道高明弘運、正聖武神宮純人思考文皇帝。火星帝の時に、帝天皇道後、明は始め運、うん、正聖武神宮純人思考文皇帝と解称された。 一般的に日本ではその在位中の言語から永楽三角と称される。死生20年、1360年、黄巾の乱で頭角を表した軍友の一人、主元章。後の後武帝の四、男として生まれた。極めて記憶力が高く、幼い頃は早朝から学者を招き、一度読んだ本の内容は忘れなかったとされる。後武三年、 1370年、北平都市騎士に封じられるが、実際に北平に赴いたのは、後武13年、1380年、21歳の時である。元を北方に駆逐したが、以前北原として、モンゴル高原に拡挙していた、時代、北方の要衝であるツバメは、極めて重要な防衛拠点であり、ここに配置された、主体はその戦場での能力と勇敢さを、 神武三角に認められていた。神武二十三年、千三百九十年、二十五年、千三百九十二年、二十九年、千三百九十六年と北伐を行い、ことごとく勝利した。大祖、神武三角は、北古の唯なしと述べたと伝わる。民史によれば、神武二十五年、千三百九十二年に、皇太子であった、長男、主兵が死去すると、 後部帝は主体に行為を継がせようとしたが軍心に反対され、取りやめ主体を皇帝にできないことを嘆き悲しんだと記録にある。これは第二代皇帝見文帝三奪を隠蔽するための客色とも考えられ盲信することはできないが、主体が有能な人物であったことを示唆する記録である。後部三十一年、1398年。 後部門の宝御に伴い主兵の子でおいにあたる、県文帝が即位。県文帝の側近である、成安、高古長らは、皇帝権力を確立するため、各地に封じられた皇族である将和の取り潰しを、格策した。この時、当時縁王であった主体は2月に自ら南京に赴いた。県文帝の戸部次郎、拓高氏は、この木を捕らえて、縁王を南昭へと入るすべきと、 上表したが、県分帝は、円王は血肉を分けた指針である。無本の心配などはないと答えたという。しかし3月、北平の管理の一部が円王と結託という報告が入り、成りすらは内通者を逮捕。都督の総ただしに、円王の指揮下にある軍隊を引きさせて出動させるという方法で、北平の兵力を削減した。この頃から体病になったり、 狂人のふりをしていたとする。しかし、この家病を密告する者がいたためなりやすらは、縁王、主体を逮捕するように指示した。一方、主体の側も、この指示を知っていたとされる。これに反発した、主体は、朝廷関係者と内通者を逆に捕獲し殺害。兵を集め、南京の見聞亭に対し反乱を起こした。主体は、自らの軍を西南軍。 軍足の艦を打ち、国難を安心ずるの意味と呼び、ここから、この判断を、西南の変と称される。7月に反旗を挙げた、主隊は通州、ざみ州に出撃し、同時に許容関を占拠、北平の背後を安定させた。8月には、南京からの討伐軍を、オスケンの海戦で撃破したが、この時は、正田市郎攻略できずに軍を返す。 南京の朝廷は、この敗北で、高古町の進言を受け責任者の公平文を更決。新たに、利文忠の長男、李影高に五十万と合する兵を与えて、北上させたが、主体はこの人事を聞いて、ぜ自らこれをこうにするなり、あの無能者が、指揮官なら、自滅するだけだと手を叩いて喜んだと伝わる。主体は十一月、北平城下でこの五十万の軍に対象。 利カ下タカは特集に逃亡したが、広古町は、県聞帝に、この敗戦を伝えなかった。翌見聞2年、1400年1月、主体は、宇津州と大道を攻撃。北平の西方を安定化させる。官軍も、ジョトールの子、ジョキソラの増援軍を派兵し、総勢60万、こうして100万とする大軍を北上させ発行側の、戦いが起こる。この時は、 韓軍の平安、クノ王ラの優先により、前半では主体自身が乗馬を3度乗り換えるほどの命の危機もあったとされるが、結局後半に援王軍が盛り返し、クノ王は敗死、利影高は南方の人し、南に逃亡。韓軍の武器や食料はことごとく援王軍の手に落ちた。利影高はさらに南方に逃れたが、三島三世の鉄言が、 西南城を三ヶ月にわたって死守。結局攻め落とせなかった。主隊は軍を返したが、鉄、玄の追撃により、軍を撃破され、特殊、総州を奪還された。一度北平に戻った。主隊は兵を整えてから10月に、再び軍を動かす。司書には、一昼夜に三百0両行くと記された、強行軍を持って、総州守備軍を攻撃。首相の除外を捕獲し、 総集を再度奪回した。さらに12月に、東昇の海戦で、森伊佐の率いる政府軍と激突したが、この時は、援護軍の中核武将の一人であった、長玉が戦死し、兵の損害は1万を超え、主体自身も一時は包囲され命の危機を感じるほどの敗戦であった。翌見軍3年、1401年3月、損害を癒した、主体は3度目の出兵。 小田川で再び森伊佐夫と交戦し、今回は勝利する。翌月うるう3月には、藁城で平安、クレケツ率いる官軍六万を打ち破るという大勝利を収めた。4月、主体は大名、地名に進出。この時朝廷は、成安と候古長を退けるという妥協を示した。この時、主体は森伊佐夫らの召喚を要請したが、 朝廷は軍を北上させて、援軍の解散を見届けるという高圧的な返信を開始、5月には再び戦端が開かれた。この和平工作が決裂後、主体は助手に景気兵を出撃させて、官軍の兵糧戦数満層を焼き払った。7月には、官軍の平安が北平城外まで迫ったが、これは攻略できずに引き上げた。この後両軍は、 三発的に抗戦するが、戦況に大きな変化はない。十二月、主体のもとに内通者からの連絡があり、主体は一気に南京を攻め落とすため全軍を上げて北平を後にした。明けて県軍四年、年1 4百二年一月に再び高田、側で官軍を撃破、途中の城には目もくれずに南下した。この時の逸話として、主体は、 孔子の生誕地局府と孟子の生誕地、数県では木一本たりとも盗むことを禁じると命じている。3月、宿州で平安の軍と激突し勝利したが、4月には再度兵を整えた平安、南京政府軍の討伐司令官除服と盲城付近で激突。援軍は陳踏み、王誠といった将軍を失い、 主体軍は上を癒すため付近の畑から野菜を取るほど補給に悩まされたと記されている。この時、援王軍では将軍たちが一時撤退を進言し、攻勢を続けると主張した主体に賛成したのは首脳のみであったが、首脳の発言が通り戦線を維持することで決着する。この後数日間は主体も甲冑をつけたまま帰居したとされ、指揮の向上に努めていた。 しばらく自給戦の様子を呈していたが、官軍に補給物資が届いたとの報を受け主体は、再び攻勢に出た。この時、主体は、自男種、高圧に、別動隊を指揮させ、この別動隊の働きにより勝利。官軍は戦死者1万人以上を残して、除服、平安らは、霊壁へと撤退。補給物資は、主体の手に落ちた。続いて行われた、 霊壁の戦いにより官軍は壊滅的な打撃を被る。この時、ジョフクは3発の砲制を合図として、援軍に総攻撃を仕掛けると通達していたが、偶然にも、援王軍から3発の砲弾が霊壁上に打ち込まれ、これを総攻撃の合図と誤解した南京政府軍が開かない城壁に殺到、木打ちが大混乱となり、その木に主体が城を攻め落としてしまうという。 戦史上珍しいほどの幸運による戦勝令が起きた。この時官軍の平安も捕虜となり北平に護送されている。この敗戦を聞いた候補長は大政は決したと胸をかきむしって悲しんだという。5月、ツバメ軍は大祖の祖先の墳墓がある四州に到着。首相は一戦もせずに降伏し、主体は午前に祭紋を掲げて泣いたとする。その後、 主体は、ワイガのほとりで、森伊佐の率いる軍に勝利し、楊州では、戦闘がないまま降伏した、楊州城を制圧。ここで、主体の重視にあたる、喜び聖軍主が、朝廷からの和議の使者として、主体の元を訪れたが、この和議を拒絶した。6月、主体は、長江を渡か、森伊佐の指揮する官軍に抵抗を受けつつもこれを撃破し、 対岸の鎮校は戦わずに降伏し、ここを占拠した。なお、この南京資金の鎮校が攻略されたことで、県文帝側近で受学者であった片孔寿は責任者である利影高を処刑することを求めたが、県文帝はこれを認めなかったと記されている。同6月、主体は南京を攻撃。この時、 南京の神奈川門を守備していた、利影高は戦わずに門を開いて降伏した。最後まで抵抗したのは、除基祖のみであった。この神奈川門の降伏を聞いた、見文亭は宮殿に火を放った。民史、恵み定期には、途上陥るや宮中より火起こる。三角終わるところを知らずと記されている。この後、片孔樹、成安、孔子町、鉄源は軽視。 特に片孔樹は、主体が皇帝に即位する際に一旦は許され、即位の御事のりを記すことを懇願されていたが、筆を投げ捨て、泣き叫びながら主体を罵り、死息死のみ、昇負化そう。さあ殺せ。わしは小直などかかんぞ。と騒いだので、激怒した主体によって一族のみならず、使用人や門人にまでも処刑され、それらは滅従族と称された。 鉄言は主体を罵倒し八つきにされ、その妻も斬死させられた挙句、遺体は主体直々の命令により犬に食わせられたという。また、卓慶も主体の再三にわたる人形の勧誘を尻け軽視した。最後まで抵抗したジョキ祖は、その姉が主体の日、後の女行后であることから命だけは許された。1402年。 西南の辺に勝利した主体は皇帝に即位した。1403年には北平に国都を定めている。ただし、実際に、センのは1421年であり、この時これを改名して、北京順天府とするとともに、1406年から改築を進めてきた資金城を完成させ、ここに移った。この後、永楽三は、県分帝を、川女、存在を、 歴史から抹殺しようと試みた。まず、見聞の言語を廃止、この年を後部十五年とした。そして、皇帝直属の金位守るに、見聞帝に関する言動を監視させた。また、東省と呼ばれる官岸の組織を作り、情報活動を実施させている。後部帝が行った、恐怖政治を、英楽帝は、自らの散脱を隠蔽するために実施している。 これにより、英楽三角の時代に、民の皇帝独裁体制が固まり、以後政治を朗断する朝臣は出現するが、新皇帝が即位すると没落し、初断されるのが常になった。文化的には直線書である、英楽大典、四書大全、五教大全、整理大全、歴代名神葬儀などを編纂させ、文苑閣に保存させた。これには、呪学者が、 見聞帝について議論するのを事前に封じる意図があったと言われる。外政を控え、元松の混乱以来の民力の休養を国是とし、農本主義による政策を実施した、後部帝に対し、世界帝国を目指した、永楽帝は、積極的な外政を行い、対外進出を中心にした政策を実施した。永楽帝の知性の最たる象徴は、積極的な対外政策にあった。 領土拡大においては、軍略家の本領を発揮して、肝心皇帝としては唯一モンゴル方面への申請を行い、五度にわたる出征で、タタール部、オイラト部をやつした。また南方では陳朝滅亡後のベトナムに出兵し、古朝を滅ぼし、コーチンヌの政治による直接支配を実現、東北方面でも、女神族の勢力圏、国力を架工まで領土を拡大して、八次、 韓軍事を設置、西方でも、ティムール帝国と国境を接し、ティムール没後の帝国と国交を持ち、チベットの間接統治も実現した。さらに、李氏朝鮮、琉球王国を復讐させ、日本に対しても、足利義満を、日本国王に封じ長江貿易を許可、また関岸定和をして7度にわたり、大艦隊を南海方面に派遣し、千四百五年から千四百三十三年、 東南アジアからアフリカ東海岸に及ぶ三十以上の国々に調考させ、明朝の威信をアジア中に及ぼした。モンゴル族のタタール部とオイラト部は、たびたび、ミントの国境を越えて侵入した。これに対し英楽ミカドは、断固たる態度で臨み、最初は、武将の九福に十万の兵を与えて、政党に向かわせたが、この九福が惨敗すると、英楽八年。 1410年に51歳という年齢でありながら、皇帝としては異例の北方申請を観光、後に、滅子山、古和古代中国における異民族の別称をと名付けるケルレンカハンでの大将を川切りに五度にわたって行いモンゴル族を駆逐し、五度砂漠に、井出山旅量には疑やす、五室山から好きと称えられている。県分2年、1400年。 安南を支配していたチン氏、チンチが古紀に散脱され、古古腰がさらに南方の戦場、チャンパ王国を攻撃した。戦場の友い適利が民に援軍を求めてきたため、ベトナム地方の安南に永楽四年、1406年に遠征し、明、王を恐れ戦争、直轄領とした、1407年から1427年、直接の動機とされた、 安南国王の孫を名乗る陳天平の永羅組門による突然の安南応用率とそれを安南に送り返して腰に殺害されるという事件の経緯の不可解さから民側による暴力説も存在する山本達郎安南氏研究一ほかこの時の命は二十一万に及ぶ兵を動員したが総司令官首脳の病没という敗北によらない手大損失が生じた その後指揮官となった、長多スクは、安南は本来中国の土地とする状況を提出し、これを受けた、英洛組門による、不正市、都市機市などの地方官が任命された。ただしこの後の英洛六年、1408年に、大規模な反乱が生じ、現地民軍だけでは対応できなくなった結果、再び、長多スクが、討伐軍を指揮する事態となっている。この鎮圧後も、 散発的に反乱は続発し、英楽十二年、千四百十四年には、超タスクが、現在のラオス付近まで軍を進めている。チベットを従属させ、カルマパの活物であるデシンシェクパを招き、コーブミカドと馬皇后の追善供養を取り行わせる一方、西域の情報を得るという行動をした。このデシンシェクパの情報による、西域方面統治政策は、 その後の明朝の基本となる。この他に、朝鮮、琉球を従属させたり、シベリアにも出兵し、クエビス、カラフトまで一時は、領地とし、八ツ一字を置いたとされる。この記録は、直衆八ツジへゲーヤズという石碑に記されているが、民史には記されていない。英楽ミカドは、世界が民の権威を認めることを欲し、 観岸テーマに明治大戦団を南海に派遣した。大航海は7度行われ、アフリカ大陸東岸にまでに達した、7度目は孫の戦徳三角の台に行われた。この戦団は、民と交易することの利益を諸国に説いて回り、民に徴降することを条件に中小諸国が交易にやってくるようになった。元の給料回復を目指すティムール町とも敵対したが、英楽三年。 1405年のティムール死後は和睦して友好関係を築き、英楽12年、1414 14年、または英楽13年、1415年にはテ和ワがホルムズを訪れている。当時対立していた日本とも和解し、英楽2年、1404年に足利義満は英楽三角の即位に祝賀の施設を送り、貿易を求めた義満自身は、 見聞帝の代から就行を行っている。永楽三門はそれに対し、当時猛威を振るっていた和光の取り締まりを求めると、同時に日本国王に作法して、長貢貿易も許した。吉光はこれに応え和光を厳しく取り締まり、対民貿易で巨額の利益を得た。日本側と民側で看護と呼ばれるワップを使っていたため、日本では一般的にこれを看護貿易と呼ぶ。 英楽三門は吉光を評価しており、その死の翌年に長文史を日本に使わし、強権の送り名を送っている。日本人で外国から死亡を送られたのは吉光が最初で最後である。この関係は吉光の後を継いだ、足利義持が英楽九年、1411年に民の死者を追い返すまで続いていた。英楽二十二年、1424年。 第5回モンゴル遠征の木戸に沈没した。去年65、英楽三角が崩御した時、悲賓と救助と共に30人くらいが巡視を命じられた。英楽三角の母親について、実際は駒三継女の日だったとする説がある。英楽三角は、聖母の身分が癒やしいことに劣等感を持ち、聖南の変の頃から、後部三角の皇后であった場が母親であると、 戦勝したとするものである。モンゴル側の資料である、アルタントブチや、モーコ流においては、エーラクミカドの聖母は、オ元モットウルスの巡帝トゴンテムルの日で、コンギラトブ出身の女性であり、コーブミカドが後にその女性をめとった際に彼女は、トゴンテムルの子を妊娠中であり、したがって、エーラクミカドは、トゴンテムルの子であると記されているが、中国側でも、 同様の俗説が広まっている。また、その俗説において、永楽三角の父親とされるとゴンテムルもこちらの実施ではないと言われており、民間では、南宋最後の皇帝皇帝の維持であるという俗説があり、その俗説との関連性を指摘する研究者も存在する。寺田隆信によると、聖母について、馬皇后説の他、通る施説施設、 元の巡定の施設など、続説も含めると5節前後に分けられるとする。ただし、寺田自身は、今日となっては調査する材料もないとして、諸説を紹介するにとどめている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。